出番ですか。こちらエルネスト、僕ら入れ替わります。エルネスです。よろしく。皆さんこんにちは。こんにちは。本日は何でしょうか。本日はですね、シャンプー中に双子が入れ替わったら病死は気づくのか。よっしゃということで、病院前に本日は来ております。はい、今日はね、いつも担当している美容師の方、工藤さんにドッキリを仕掛けていきます。いや、じゃあ楽しみだな。もう工藤さんとはね、うん、もう月1回、まあ、あの部屋のメンテナンスで、はい、お会いしてるんですけれども、うん、もうあの何でも僕らのこと、顔のことも全部分かっております、はい、彼は。そう、であの以前1回聞いたんですよ、僕らの見分けってつきますかみたいな。はい、うん、まあ見分けは正直よく見ないと分かんないけど、まあいつも服の色でちょっとあの見て、あの見分けてるみたいな。服の色で見分けてるってちょっとすごいな。なんか面白いよねそれ。ってことで、まあ、うん、今日はあのシャンプー中にね、お互い入れ替わりますね。はい、まあ、その際に工藤さんは果たしてね、うん、僕らが入れ替わったことに気づくのかどうか皆さんと一緒に見ていきましょう。よっしゃ、早速やってみましょう。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます、工藤さん。いい、これで下マジ。ヘルスと変わります。あ、僕ですか次。はい。ちょっと混ぜてください。はい、わかりました。はい。じゃあ。工藤さん、最近飲みとか行ってるんですか。まあ、結構多いですよ、最近。多いですか。忘年会とか増えてるんで。ああ、忘年会の時期ですね。行ってますよ。僕らまだ忘年会とかないんで。2人でもう毎日の忘年会なんで僕ら誘ってくれる、その忘年会に誘ってくれる人がいないんで。そんな悲しいこと言うなよ、お前。そこまでじゃないやろ。いや、忘年会はなくないだって。まあでも工藤さん、普通に、うん、今年中になんだかんだあんま行けてないんですよね。いやー、マジ行きたいっすね。営業後でも行きましょうよ、マジで。強いっすね、2人。あの、混ぜない限り強いっすね。混ぜちゃうといろいろ。ウォッカとワインしか飲まないんで、どうなんだろう。鍛えてはいますけど。どうなんですか、いつも2人で飲むと。どうなっちゃうんですか、最後。2人で飲むと、家で飲むときはもう、すぐ気づいたら寝てます。安心しちゃうから。いや、別にお前。いや、そういう意味じゃなくて、なんかもう寝れる準備できてるみたいな。外だとやっぱ、まだ頑張んないと。家帰る時間がある。家庭があるからね。イチャついたいもん、特に。まあ、いろいろやってますけど。いや、一線は超えてないんですよ。いろいろやってんだ。あの、ワイン飲むときは、俺が M で、ウォッカのときは俺が S です。え、工藤さん、SM どっちですか。やめなさい、お前。お前巻き込むな、工藤さんは。そういうキャラちゃうやろ。工藤さん、いじめるの好きなんですよね、ここで。ちょっとそうなんですね。ちょっと質問攻めにしたって。意外とそうなんですよね。本当にね、いつもお世話になってんだからね。何いじめるって、お前お世話になってんだから感謝しろ、いじめるよ。いや、感謝してるんですよ。もう何年目ですか、僕ら。3、4年も覚えてないぐらい。いや、もう本当に3年以上ですか。でもアシスタントの時ですもんね。あ、本当ですか。あ、本当。もう最初はエンジニアぐらいから入ってそうね。そうですね、最初僕一人でやらせてもらってて。でもなんかあれですかね、エース君のがちょっと上っすね、立場は。それ気づきました。結構実権握ってんだって、いつも。まあ、確かにそれ、僕らの身内の中でもそうですね。エルスの方がお兄ちゃんっぽくなんか責任感あるように思ってるんですけど、意外とでもこいつアホなんで僕ら似てるって言われてるんですけど、どう思います。いや、似てはいます。服の色とかで見分けてます。あ、後ろ姿の時は分かんない。あ、後ろ姿でも服の色す、基本そうなんですか。髪型が一緒だから、マジで分かんないですね。だからたまに言われますよ、スタッフとか。え、どっち来たの、どっち。今どっち。いや、もう工藤さんのカットがうますぎて、僕ら本当にもう全く同じって言われるんですよ、髪型。すげえ褒められますよ、なんか髪の毛命でしたね。マジでそうっすよね。いや、動画とかも多分それで認知されてるから。そう、いや、僕ら髪のこのね、髪型と色で、うん、ML だってなる人もいるんで。そうはい、お願いします。
大丈夫。ちゃんとやれよ、お前。決めらせて、ちょっと待って。どうやってやるの？おい、お前、それ確認しとけよ。じゃあ、で、僕まだ洗ってもらってないですよ。いや、今僕多分2回やってくれたんですよ、工藤さんが俺に。いや、なんか工藤さん今日おかしいなと思って、なんでイムレまた終わったのにまた始めたのかなと思って。そう。だから、え、なんでお前そこにいんの？まだ終わってないの？いや、俺マジで分かんなかった、すぐ。え、俺まだこれからシャンプーする。いや、まだ終わってないの？マジで。なんでそこにいんの？変わったんですか？変わってないでしょ。え、マジっすか。はい、ちょっと違う、しょぼくなりましたけど、ドッキリでした。はい、ドッキリです、ドッキリ。今の電話ってもしかして僕があっちで先で、あっちやったんすか。はい、問題ないです。エムラのいたずら電話で。はい、ということでお騒がせしました。よろしくお願いします。工藤さん、申し訳ございません。いい、すいません、いきなり、ね、いつもお世話になってびっくりしました、マジで。どうでした、どうでした。いや、やっぱ分かんない。正直どうでした、気づいてました、気づかなかったですか。マジで気づかなかったです、今回は。なんか普通に合わせてるだけなのかなと思ってて、僕らに。全然マジで気づかなかった。まあ、そうなりますよね。だって、あれ、なんでそこにいんのみたいな感じになってたから。しかも、俺ら交代するのがさ、鬼早かったから。ってことで、本日の検証結果、シャンプー中に双子が入れ替わっても気づかれない。いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、皆さん、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。次回の動画で、おいしょしょ、バイバイ。よいしょー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょうか。いやー、マジで疲れましたね。いや、あの、いいっすかってか、普通に。あ、はい。ん？なんですか？大丈夫ですか？気づいてましたよ。え？気づいてました？いや、普通に気づきました。まあ、マジですか？なんで動画では気づいてないって言ってたの？全然気づくから、2人だったら。マジっすか？全然顔隠しても分かる、分かるです。わざとやってくれてたんですか？いや、分かるです、分かるです、普通に。マジっすか、それ。え、合わせてくれただけなんですか、じゃあ。いや、合わせた方がいいかなと思って、カメラが見えたんでしょ。あー、マジか。あー、ちょっと待って、下手っすよ。え、まだこちら見てる。え、工藤さん、まだ来てないですか？まだ来てない。それやらせんじゃなるよ。おい、待って、工藤さん、ちょっと。これ何やんじゃん。何？やらせ？やらせんじゃだよ。